よし、エンド埋まりな教団のリフォームが完了したぞ。全体的に明るくなったし、ええ感じになったはず。おお、なんだか広くなってる。エアコンもついてるから、年中快適だね。そうそう、リフォーム中に放置されてる段ボール箱の中をチェックしてたら、以前ハードオフで購入して動画化されていなかったジャンク品の GTX680 が出てきたよ。というわけで、今回は NVIDIA の GTX680 のお話やで。なんだか、ジャンク品を扱うのって久しぶりだよね。どうしてあまりジャンク PC を扱わなくなったの？ハイスペック PC にしか興味がなくなったからかな。こういうのを PC 沼って言うんやろうけどな。そういえば今日はマリナいないけどどこ行ったの？いろいろと改造したから別の部屋で最終調整中だよ。記憶消したり性格調整してたりしてたけど、ついに見た目まで変わってしまったのか。エンドウマリナ教団。さて、今日は久しぶりのジャンク PC ネタということで、GTX680 と GTX1050Ti の比較を行いたいと思います。最近は GTX1050Ti でも新品だと2万円くらいしますからね。GTX680 がどこまで戦えるかに期待です。プロジェクターオープン。なんか、ゆっくり解説みたいになったな。まあ見やすいしこれでええか。GTX680 と GTX1050Ti の簡単な比較はこんな感じやな。GTX1050Ti って未だに現役で使ってるんやけど、気づけばもう5年前の製品になるんか。それに対して GTX680 は9年前、さすがに古すぎる感やね。GTX1050Ti は今でも新品で購入できるのがいいところだよね。ただ、5年前と販売価格が同じままだよ。最近グラボ高いからな。1年前くらいならパソコン工房の投げ売り新品価格で9500円くらいで売ってたぞ。あと、RTX2070 スーパーも新品で39800円とかやったかな。1.5 倍から2倍レベルやから、えげつない値上がりやわ。GTX680 って発売当時は6万円前後だったんですね。現行型の RTX3080 だと15万円くらいするので、いかにグラボの値段が高騰してるかという感じですね。メモリ容量は GTX680 が 2GB、GTX1050Ti が 4GB だよ。両者とも重い 3D ゲームをするのには向かないね。TDP は GTX680 が 195W、GTX1050Ti が 75W だから、高負荷時は倍以上の消費電力になるみたいだね。GTX680 は補助電源の6ピン ×2 端子が必要だけど、GTX1050Ti は補助電源不要なのも大きな違いかな。ただ、製品によっては GTX1050Ti でも補助電源が必要なものもあるから、購入時は注意が必要だよ。というわけで、今回ベンチマークに使用する PC はこれ。1年以上前にエンド埋まりな教団員にもらったジャンクパーツで組み立てたジャンク PC や、CPU が Core i5-4690 で、マザーボードは Gigabyte の GAH97HD3 やで。メモリが3枚刺さってるように見えるのですが、FEZ で4キャラクター起動するのにメモリ 12GB 必要やったからな。念のため1枚抜いて2枚で 8GB にしておこう。比較用の GTX1050Ti は ASUS の PH-GTX1050Ti4G だよ。さっきまでメイン PC で動いていたものだね。これは買ってよかったわ。もうずっと使ってるけど故障することもなく、普通に使うなら性能も必要十分やな。それではベンチマークをやっていきましょう。エンド埋まりな教団。いつも通りドラクエ10ベンチからやっていくぞ。設定は1920×1080 最高品質フルスクリーンやで。まだ序盤だけど GPU 温度が GTX680 の方が高いのが気になるかな。 FPS はそんなに変わらない感じ。しばらく進めてみると GTX1050Ti の温度が安定したよ。 GTX680 に関しては最初からずっと70度くらいやね。 FPS に関しては GTX680 の方が少しだけ GTX1050Ti を上回ってるって感じかな。次は重いシーンを見てみよう。大量にキャラクターが表示されると一気に FPS が下がるよ。GTX680 と GTX1050Ti ともに同じような結果で誤差の範囲といったところだろうか。というわけで結果は GTX680 が 17241、GTX1050Ti が 16622 だったよ。次は PSO2 ベンチです。設定は 1920×1080 フルスクリーン。簡易描写設定は最高設定の6です。
ドラクエ10ベンチに比べて GTX1050Ti の温度が10度くらい熱くなっているのが気になるところでしょうか。そういえば、ドラクエ10ベンチの時は GPU 使用率が 50% くらいだったけど、今回はずっと 100% だね。その影響で GTX1050Ti の温度が上がったんだと思うよ。あと、GPU のメモリもドラクエ10ベンチでは 350MB くらいだったのに、今は GTX680 で 2000MB くらい、GTX1050Ti では 2600MB くらい使用しているよ。GTX680 はメモリが 2GB しか搭載していないから、ビデオメモリ不足で性能のボトルネックになってしまいそうな感じだね。結果は GTX680 が1454で、GTX1050Ti が2222でした。両者とも 30fps を下回るシーンが散見されたので、ある程度画質設定を下げる必要がありますね。次は FF14 ベンチをやってみよう。設定は1920×1080 最高品質フルスクリーンやで。全体的に GTX1050Ti の方が FPS が高いけど、10fps 差になったり同じになったり差が安定しない感じやね。PSO2 の時みたいに使用しているビデオメモリが 2GB を超えていないから差が現れにくいのかもしれないね。戦闘シーンはこんな感じ。特に両者の違いは見られない。60fps には届いていないから、もう少しだけ画質設定を下げてあげるとより快適にプレイできると思うやで。そういえば FF14 のアカウント持っていましたよね。最近全くプレイしていないようですが、間違いなく面白いゲームやと思うんやけどな。生活の全てが FF14 中心になってしまう気がするんや。他のことをする時間がなくなるから、毎日 FF14 しながら貯金でもしてたら数年間で結構な金が貯まると思うぞ。というわけで結果だよ。 GTX680 が平均 FPS51.8 で 7334、 GTX1050Ti が平均 FPS53.3 で 7649 だったよ。平均 FPS の差はわずかだけど、最低 FPS の差が大きいね。GTX680 は少し FPS が安定していないような気がしたよ。最後は FF15 ベンチです。設定は 1920×1080 軽量品質フルスクリーンです。最高品質は厳しすぎますからね。両者とも同じような FPS で推移していますね。少しシーンを進めてみましょう。戦闘シーンですが、少しだけ GTX1050Ti の方が FPS が高いみたいです。ただ、FF15 ベンチって毎回同じ映像にならないので、あくまで参考程度ですよ。気になる方は一度自分で何度か録画をやってみて、全く同じタイミングで再生して比較してみると、こんなに違うのかと驚くかもしれません。せっかくやからちょっとだけ見てみるか。次のシーンで左右の画面の背景に注目してほしい。以上や、一目瞭然やな。短いな。もう少しわかりやすいように静止画にするよ。もうこの時点で背景が全然違うね。それじゃあもう一度半分の速度で見てみようか。改めて見ると全然違いますね。ベンチマーク結果です。 GTX680 が 4969、 GTX1050Ti が 5206 で、評価は双方ともやや快適でした。というわけで今回のベンチマークは以上になります。今回の企画なんやけど、結構前に GTX1050Ti と GTX680 の性能が近いとかいう噂を聞いていて、ずっと気になってたんよな。実際やってみた結果としては、ちょっとだけ GTX1050Ti の方が高性能って感じやったね。とは言っても、2012年発売の GTX680 に対して GTX1050Ti は今でも新品購入できるから、長く使うなら間違いなく GTX1050Ti が良いと思うよ。あと、消費電力もかなり少なく済むだろうしね。メイン PC なら新品購入できる GTX1050Ti、サブ PC 以下の場合は安く手に入れられるなら GTX680 を検討してもいいかもしれませんが、その場合でも GTX1050Ti の中古価格と比較してみて、 GTX1050Ti の中古を買えるだけの資金が用意できるのなら、製造時期の新しい GTX1050Ti をおすすめしたいと思います。それでは今回の動画はここまでやで。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。またねー。またねー。そういえば、マリナの見た目変わったけど、ツイッターアイコンとか変更したの？今から急いで作らないと。